はい、今回はですね、こちら首赤ツヤカミキリの標本を使っていきたいと思います。もう乾燥してるので標本になってるんじゃないかなと思います。綺麗にね、乾燥していますね。標本針をね、外していきます。これね、外すときね、本当に緊張ねするんですよね。ゆっくりゆっくりと外していかないと、丁寧にね、ちょっとね乾燥してるんで、細いねパーツはね、もうすぐにねポキッと折れてしまうんです。ということでね、これね、ゆっくりとね、丁寧に外していきます。これで首赤ツヤカミキリのね、標本が完成いたしました。このままね、あの標本箱に入れてもいいんですけども、ギョロッチョの場合はこちらをね、アート作品の一部としてね、使用していきます。まず標本針の下処理をしていきます。このままだとね、標本針がね動くので、今からね、標本針をちょっとね固めます。はい、レジンを使います。はい、レジンをね、こちらにちょっとね軽くねつけます。そして、はい、ブラックライトでレジンを固めます。はい、これで標本針は動きません。こんな感じでね、動かしても動きません。首赤ツヤカミキリをね、今からこの標本を取り付けていきます。はい、今ね、このようにね、首赤ツヤカマキリのね、標本を取り付けさせていただきました。はい、こちらなんですけどね、こちら右側もね、まだまだね空間があるので、こちらの空間もいろいろとねやっていきたいと思っております。ということでね、今回ねこのようにね、まだまだね今からねやっていきます。こちらの首赤ツヤカマキリのね標本はですね、こちらは飛び立ってね、あの敵の方にね攻撃をね仕掛けるねシーンを作っております。こういう感じでね、今ね、あの取り付けさせていただいております。ということでね、今後ねいろいろなものをねやっていきたいと思うんで、特にね自然のものを使用してるんで、月日がかかると思いますけども、ご了承ください。ということでね、今ねこれからね、ここのね部分ね、どのようになっていくのかね、あの楽しみしていただければありがたいと思います。ということでね、皆さんもね、いろいろとね、あのつまらない動画ばっかり上がっておりますけども、ご了承ください。ということで、またね、いろいろなものをねたくさんね作っていこうかと思うんで、よろしくお願いします。じゃあね、またねー。